ほどほどステーションセカンド。賞味期限2日間自民党総裁選2024、我が国の未来を占う。日本会議唐津が提供します。ほどほどステーションセカンドの時間です。進行は私 MJ です。そして本日のアシスタントは、はい、ふんちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて本日のテーマは賞味期限2日間自民党総裁選2024、我が国の未来を占うです。本日の解説はゆうちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで本日がですね9月の23日午後19時前の時間ということですね。今現在で我々が、分かっていること、そして、知り得たことを分析しながらですね、今回の自民党総裁選をですね占っていきたいと思います。令和6年8月14日岸田文雄総理の総裁選不出馬表明以来、次期総裁選立候補者について様々な名前が飛び交いましたが、9月12日の公示日に出揃ったのは高市早苗、小林鷹之、林芳正、小泉進次郎、上川陽子、加藤勝信、河野太郎、石破茂、茂木敏充の9人であり、9月27日の投開票に向けての熱戦を繰り広げています。今回の総裁選は実質次の総理大臣を選ぶ選挙であり、誰を選ぶかで我が国の未来が変わる大きな意味があるものです。今回番組では総裁選2024を紐解きながら我が国の未来を占っていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、今回ですよ、まあ、総裁選、まあ、普通のね国政選挙と違う件ですよ。まあ、自民党内での選挙ですけれども、実質総理大臣選ぶ選挙で、まあ、国民は非常に注目を浴びてるわけですよ。そうですね、集めてるわけですね、国民のですね、はい、でねこれ9月の時点で、最初にですね、自民党総裁選に最も議論を深めてほしい政治課題はっていうのは ね、9月9日 NHK、まあ、公示の前ですね、に NHK がねこうアンケートで出してるのが、はい、一番がですね、年金などの社会保障制度と、でこれ 35%、はい、で2番目が経済、財政政策 26%、で3番目にね、まあ、政治と金の問題などの政治改革と、が 17%、でその次外交安全保障が 11%、で憲法改正 3% の選択的夫婦別氏制度が 1% と、でその他分からないというのがですね、で声が僕ちょっと意外だったのはですね、いつもですね、まあ、一桁なその外交安全保障が 11% 高いんです ね、実際ね。でねこれ NHK なのにすごい素晴らしいって思うのはですね、選択的夫婦 別氏制度が 1%、国民の興味はそれしかないって、これぐらいしかないって話なんですね。まあ、NHK はちゃんとしたアンケートを取ってちゃんとした数字を出されているっていうことじゃないんですか、ね、パイがでかい気がする、ね、NHK が持ってるパイが多分ですね、はい、で実際ですね、まあ、FNN とかでも1位がやっぱ物価高、賃上げ、景気対策が 46%、で年金、医療、介護が 33%、子育て支援が 25%、で政治とかね、やっぱ 17% ぐらいですよ、政治と金を上げて、なるほどね、複数回答してるんですね、で外交安全保障がなんとこの場合で 17% で、なんですよ、高いね、高いんですよ、でね、まあ女性活躍 SDGs が 7% ぐらいと、だって興味なかもんねっていう話なんですよね、今回のね。だから、まあ、意外とですね、テレビが、まるでそれが重要課題みたいに、その、選択的夫婦別氏制度とかですよ、ね、その、なんかね、
SDGs とかなってるかんてる言うけど、うん、そんなに実はみんな興味がないって。興味がないってもう今すでに女性は活躍しよるし、活躍してるもんね、うんそうね、でも まあ今回の総裁選にも2人立候補されてるわけじゃないですか、女性がね、まあね、うん、それを考えると、いやだからまあ要はですね、うん、結構あの そういうたわいもないことをですね、この争点に下がるっていうのがこのテレビっていうところはですね、うんうん、そうですね、ですね、うん、でまあ面白いのはですね、次の自民党総裁にふさわしい人だと思う理由、これ FNN の9月16日のアンケートですけども、一番が人柄が信用できる 34.5%、 友達かって話ですよね、人柄はね分からんでしょう、人柄って、まあ、我々の身近なあの政治家でも人柄までよく分からんって思うぐらいなのでね。で2番が実行力で 30%、ね、それから、政策への期待が 25%、うんうん、で改革意識が 25%、 経験安定感が 23%、うんうん、で、目指す方向に共感が 17% の刷新感が 13.5% の、なんと統率力って 5% しかみんなふさわしいと思ってないんですよ。でこう 5% こう統率力って大事じゃないですか。大事と思いますね。8と1が逆じゃないと思う、本当は8と1が逆じゃないかって話ですよね、まあ、でもねこの人柄がね、信頼、まあ、でもこれそうなんですよ実際、ね、でもさ人柄ってさ、分かんないですよ、いや、ね、テレビがね、ほとんど我々に植え付けてる、それしかさ、あのヒントがないよ、ないですよ、ないです、ないです、ね、ないです、まあ、あと僕ら講演会聞いたりとか一緒に飲み会 で、ね、話したり、全員とはそういうふうにはしてないんだから、やっぱこう誘導されよらしちゃう、それ考えたらさまあ新聞っていうよりももう完璧テレビやろうね、まあ、切り取りも多いし、まあ、実際ですよ、そのね、まあ、こんなもんなんですよ実際、あの例えばね、うちのお袋ババがですね、ババって言ったらババ、ね、うちの、ね、ババがですね、そのテレビ見ながらね、自民党総裁選どう思うというか、まあ、僕はね高市さんかな、あちょっとこっち見て、高市さんかなって、ね、思うんだけどって言ったら、ね、うちのお袋がね、91のお袋が、いや石破さんがかわいそうでねって、あ何回も出てね、こんな感じなんですよ、何遍も出てね、出ちゃ落ち、出ちゃ落ちして、今度最後って言うしね、かわいそうでねって、こんなもんなんですよ実際に、実際ね、人情的に訴えらすわけね、やけんね、風天の虎さんの格好したりとかしょらせやね、そんな感じですね、情、ね、にこう訴える感じのね、まあ、でも、ね、実際そういうのも結構日本人の中にあるのかなと、ね、あるのかもしれませんね、まあ、要はモーガンビーキじゃないけどね、そういうのあるのかなって感じですよね、でまあ、実際に これまでの経過 で、ですね、9月12日にです、ね、あの工事があって、で実際に、その、投票の締め切り日が9月26日、で実際に、いわゆるこう議員の投票が9月27日にあって、で、まあ、今回は、立候補者が多いので、単独過半数はまあ、まずないでしょうね、ないと思われるのでですね、で300議員投票が、ね、368票と、はい、でそれから党員はそれをドンと方式中でですね、振り分けて、それで368票に換算してですね、でその中で合計で1着2着を決めて、同じ日に、また投票はし直して、議員さんと、であとね今度はですね、党員票に関して言えば、47都道府県の中で各県がその最後に残った2人のどっちが多いかで1票になるわけですよ、なるほどね、で47票なんですよ、それはいいことですよね、うん、そうなんですよ、その選挙区のさ、選挙区というか、まあ、都道府県の一番偉い人がさ、俺こっちとか言われても困るしね、そうそうそう、だからね、意外とね、だからこれはね、どんな色結果が出るかっていうのは非常に面白いなと思ってですね、そうね、あこの件はやっぱそうなんだとかいう感じになっちゃうんですよね、でこれ絶対偏りが出てくるなっていう気がします、はい、でね世論調査、今世論調査ってすみません、世論調査です、公示前を見てみると、これ NHK ですよ、これ一般の人、つまり自民党員じゃない
人も含めて、次の総裁にふさわしいのは石破茂が1位で 28%、 小泉進次郎が 23%、 高市早苗さんが 9%、 河野太郎 6%、 上川陽子 4%、 小林隆之 4%で、青山茂春が今後入ってるんですね、 2%、 林芳正さん 2%、 茂木敏充 2% と、で野田聖子 1%、 加藤和之 1% と、で斎藤健に関しては 0% と、で、まあ、こういうふうなですね数字が出てるんですよ。でこれは非常に分かりやすいのは、石破茂が頭にくるのは何でかって言ったらですね、これは一般やけんが、一般っていうのは自民党員は保守が絶対多いじゃないですか、絶対ね。だけども一般はその中にほら共産党を支持する人もおれば、立憲民主党を支持する人もおるけんが、一般におるかな、共産党を支持する人。いやでも、ね、一応ね、そういう人にも含めてね、はい、ね、あのリベラルな人が多いけんが、ってなるとね、やっぱりリベラルの中ではこう石破茂って受けるんですよ、やっぱりどうしてもね。まあ、いや違う、なんか電話のさ、こうそういうこと何回かかかったことあるけど、面倒くさかけん、もう一番に言わした人とか、いやまあそれはあれですよ、絶対あるんですよ、あの感じもある。あ、実際ですね、僕はあの先週の日曜日ですね、先週日曜日だから9月の15日やったかな、にですね、あの共同通信 の電話調査が入ったんですよ、で2回入ったの、面白い、あの固定電話やけん、2台転送電話でね、来たんだけど、で、あのあなたがふさわしいと思うね、その総裁にふさわしいと思う人は誰ですかっていうところで、普通はですよ、あの立候補届出順、じゃないですか、がフェアじゃないですか、はい、高市さんが1番に来て、2番目に小林が来てっていうのは、なんとですね、一番最初の名前が来たのがですね、茂木さんやったんですもんね。で高市さん何番目に来るかなと思ったら、ね、8番目やったんですよ。そうなんですよ。でね、この並べ方は何やって思うわけです。あいうよ順でもなかでしょ、逆順だ、なんじゃって話になるわけですよ、ね、もう面白いなと思いながらね、でももう8位高いって押したんだけど、新聞紙聞いたって最後 でね、まあ、その後のね、公示後の世論調査見てみると、朝日新聞、朝日新聞に関して言えばですね、その石破茂 26%、 小泉氏が 21%、 高市 11%、で自民党支持層で見ると石破氏 32%、 小泉氏 24%、 高市 17%、朝日新聞が、自民党支持層で電話して分かると、いやいや電話調査の中 で、 あなたは自民党支持かどうかって話です。つまり、あなたはどの政党を支持しますかっていう項目がある件ですね。だから自民党とか立憲とか、なるほど、公明とかいろいろわけですね、それ番号でね。でそれで、共同通信がですね、面白いのは、これが15、16、共同通信なのに高市が 27.7%、 石破が 23.7%、 小泉氏が 19.1%、 自民党支持層への電話調査、これね、これがね、大事なのは自民党党員党友じゃなくて自民党支持層なんですよ。つまりこれアンケートの中で自民党、あなたの支持する政党はどこですか、自民党って答えている人 の数字、その自民党って答えた人は次の質問に行くとやろうね。いやていうか電話調査で、電話調査は全部おしなべてするんだけども、その中であなたが支持する政党はどこですかっていう質問が その中にあるんですよ。だから その中で抽出した自民党って答えた人、抽出した人の中の数字がこれなんですよ。わかります、そういう話だと思うんですよ、あの、統計取るときに、ね、つまりこれは民主党支持とかですね、共産党支持の人のデータはここに入ってないんです、はい、録音したことは感じで、なんてくるもんね、録音で数字が検索するでね。面白いのが読売新聞ですね、9月16日、ね、これね、全47都道府県党員党友1500人、これが非常に怪しいんですけども、なんでわかると、ね、石破茂 26%、 高市氏 25%、 小泉氏 16% 数字出してるんだけども、果たしてね、党員党友に関してね、どうやってこれを、これ新聞社にやらすわけじゃないよね。1500人を党員党友ば抽出するには、約20万件にかけんと当たらんらしいっちゃね、この1500円がつかめ、1500人つかめないらしくて、その20万人にいわゆる電話調査をするには億単位の金がかかる。そうですよね、一件例えば1000円でも20万人やったら、まあ、1000円は高すぎると思うが、まあ例えば、ね、まあとにかくね、自民党員を抽出、この数字を抽出しようとしたら、もう億単位も小さな億じゃなくて、まあの2桁まではいかんけど、ね、億単位の金がかかると。この、ね、党員党友のね、
抽出を段階に1500したとかっていうところがです、ね、非常に怪しいなと思うわけですよね実際に。これに関しては高市さんが聞いとらせやん、うん、そうですね、そのいやテレビで言うらしいです、ね、人にね、うん、そうそう、どうやってそんな、ね、あの調べたんですかっていう、ね、うん、話はね、でまあさらにですね、国会議員票予測と国会議員の動向調査を含めた試算では高市石破両氏が123票、つまりこうあ党員票と合わせてね、うんうん、これ読売新聞です。で小泉氏が105票で送ってるという報じだと、これ9月16日の時点です。 で国会議員票は、小泉氏が45と最多だったっていうような数字が出てるんですね、うんうん、でですね、これ次産経新聞9月20日、うんうん、ね、これひどいんだけど支持議員の数が小泉が58人、うん、で小林が46人と、うん、で林が40人、うん、でそれで茂木が33人、石破34人の高市31人の河野26人、上川23人、加藤23人と、うん、で態度不明54人っていうですね、こういう産経新聞のデータがあって、うん、9月18日産経新聞の、紙面に載ってた分ではですよ、うん、自民党総裁選後半戦の行方はっていうところで、これ一面に表が出とった、グラフが出とったんですよ、ええ、うん、でこれではね、小泉進次郎が58プラスその党員票が、うん、で合わせて150を超すと、うん、で2位が石破茂で34と、まあ、党員票がまあ100弱で、まあ100ちょっと、うん、で高市が31に、つまり100弱というですね、31プラス100弱と、うんうん、でそういう風になってて、でまあ未定なんかもあるんだけども、うん、これで見るとですね、小泉進次郎がダントツで強いっていう風な産経新聞のですね、データが出てるんですよ、うん、で一方 TBS、うん、9月22日ですね、これで見るとですね、これはね、石破茂が党員党友とその、国会議員票を合わせたら160コスト、うん、で高市さんが140強と、ええ、で小泉進次郎が110ぐらいと、うん、でそれに上川、小林、上川と続くという感じなん で45人が態度見てというになってて、うん、この差は何なんやって話なんですよ、うん、本当ね、だからね、データの集め方も非常にあのこんなに差が出ないですよ普通、まあそうやね、テレビ局とか新メディアで ね、抽出の仕方、うん、党員党友の、うん、ここそこに もあの大きな問題があるとかもしれない、まあ、だからね、だから何をもってね、誰からかよ、うん、そう、党員の名簿もらいましたと、うん、その名簿は、うん、あの自民党が持ってる名簿じゃなくて、うん、自分が持ってる名簿、うん、自分とこの県の党員の名簿とか、うん、そういうのを見て、うん、それで電話したら、これなんかあのバラバラな数字になる可能性っていうのは、例えばエスバさんちゅう人が持ってる人の名簿を、うん、ね、その新聞社が、うん、そのアンケート取りたいんで教えてもらいます、うんうん、だからエスバさんの名簿はね、言うたらそのエスバさんの支持者ばっかり、うんうんうん、当然それが増えるんですよね。そういうこと、まあ、そんな感じですよね、うん、だからまあ言うたら ねその党員の名簿の集め方にも問題があるんじゃないかっていう話もあってかですね、うんうん、で自民党は党員の名簿出さないですもんね、実際そういうので党本部とかですね、そうそう、うん、絶対あれね、高いとて、うん、だってです個人情報も個人情報だけ、ね、うん、でね、これ面白いのがですね、うん、これがね、産経新聞の9月16日の記事で、うん、実施してない自民が否定、真偽不明の党員世論調査でもある、ああそこ世論操作の可能性もって、自民党総裁選27日投開票をめぐり、うん、一部の世論調査報道に真偽不明のデータが含まれることが分かった、うん、これはね、うん、元毎日新聞記者のですね、宮原健太って男なんですけど、うん、このデータはですね、うん、自民党本部が党員約2100人に調整したとしているが、党総裁選選挙管理委員会の相沢一郎委員長は実施したことはなく今後も予定はない、まあ、言うたらですよ、あれはあるかもしれないですよ、あの国政選挙はあるかもしれないですよ、これを調べることは ね、うん、ね、だけども、まあ、言うたらこの総裁選に関してですね、これをする意味はないですもんね、なんでかというと結局党員です、最終的に投票するわけや、うん、でね、で文書で否定したと、ね、
党の世論調査関係者も明確に、ね、してないと述べて、当然しないですよ、これですね、うん、で党内でもデータの出どころなど監視、さまざまな憶測を呼んでる、で、X で、ね、この宮原は、うんね、これはすべてですね、間違いでしたって言ってるんですよ。X で、X の中で。間違い、いや、つまり自分がそれをね、その、そういうデータをもらったこと自体が、ね、あの、誤ったデータをもらってましたみたいなことが挙げてるんですよ、X で。つまり自分は責任がないんだけども、うん、もらったデータが違っとったみたいなことを言ってるんですよ。でもね、うん、このね、宮原って男は、うん、まあ、いろんな情報を聞くと、こういう人は実は、あの立憲民主のですね、うん、はい、あの番記者やったみたいなですね、実はですね。そうなんですよ。でね、これいわゆる世論操作、あの自称ね、うん、安倍さんの番記者、自称、うん、でも、他の番記者はこの人見たことがないないって話ですね。でね、まあ、世論操作って話をすると、まあ、いずれにしてもですね、こう いろんなこう、例えば参議院したって、TBS、いろんな番、ね、うん、したって、まあ、傾向出てるんですけども、党員、党友の調査、細かい数字、順位がまちまちやし、うん、またその新聞社前にかなりね、いわゆるほら、朝日新聞とかですね、まあ、ね、バイアスがかかってるように思われる、うん、もう全く笑えないっていうないなんですよ、うん、世論操作だろうなって話ですよね。うん、で露骨な高市潰しの動きってやっぱあって、リーフレット問題だって、あれ高市さん全然悪くないのに、あのなんとその岸田文雄と森山総務会長が、ね、追加も措置もせないかみたいなことは言うんだけど、これだってリーフレットはね、あの実際に注意受けるか話でもないんですよ。そうですね、7月末に送ってるわけ、8月末ですね、8月末、うん、で7月末に準備して8月末に送ってるわけでしょ、うん、はい、で一方他陣営に関して言えばですよ、その石破事務所にしたってですよ、その、茂木さんにしたって、河野太郎にしたって、自分のリーフレットはその選対本、自分の選対本部を通して送付してると、うん、でこれに関して自民党選管曰くね、その選対本部を通してるんだから、自分の名前自分が出してるんじゃないんだから問題ないって、なんじゃその後付けルールはチャレンジなんですよね。完璧な後付けルールで、うん、これに関してはね、うん、選対本部をと、まあ、通さないかんっていうとは、もう本当高市さんが送った後に後付けルール、後付けルールやけ、うん、まあある意味ね、法律、まあこれ法律関係ないんだけど、訴求法っていうとは世の中許されたらいかんことやけんね、これ訴求法でも大東亜戦争の時の東京裁判ぐらいでしかあっとらんもんやけん ね、まあ、で、 ね、でまあね、それでね、まあ、ちょっとね、 なぜ高い潰しを こぞって異論とかしてるかっていうところの話をするためにはですね、うん、やっぱり各立候補者の政策を見比べてみると分かるんですけども、はいはい、一番違うのはですね、実はですね、財政政策なんですね、うん、で高市早苗さんと若干茂木さんがいわゆる積極財政派で、ええ、その他の人たちは全部財政規律を重視してる、うん、加藤さんは自分はちょっと違うっていう話してるんだけども、うん、財政、積極財政だって言ってるんだけど、うん、やっぱりどうしてもやっぱこう話聞いてると、あのプライマリーバランスを重視する人たちばっかりなんですね、うん、で高市さんはやっぱり経済が成長するまでは積極財政はしなきゃいけないという考えですね。で、国土強靭に財政出動する。で、ここがね、やっぱり大きな違いなんです、実は財政政策の中でですね。で、あとですね、まあ、エネルギー政策だって、まあ高市さんはその、まあ、核融合だったり、原発推進だったり、水力発電、ね、うん、いわゆるこう再エネはだって水力発電に力入れるよっていうところで、他ってやっぱり一線を画すところがあるわけですね。で、まあ、あと、まあ、当然高騰だって、まあ、小泉進次郎とか河野太郎とか石破茂とか女系天皇容認とかですね、うん、わけわからん言葉言った人たちやし、選択的夫婦別氏制度だって、まあ、1% しかみんな国民興味ないんだけどね、うん、でそういうことをこう言ったりしてる。で、まあ、言ったら面白いのは同性婚容認っていう人を見てみると、小泉進次郎、上川陽子、河野太郎、石破茂が同性婚容認なんですよ。でね、まあ、あと、まあ、靖国参拝とか親中派かどうかっていうのはあるんだけど、これ僕スコアリングしたんですね、レフトハンドって言ってたんですね、レフトハンド、うん、はい、レフ、つまり左利き道ね、はい、左利き道ランキングをしたらですね、まあこう、16点満点でですね、うんうん、立憲民主は16点なんですね、うんうん、でね、
河野太郎と石破氏から16点なんですよ。あ、まあ、立憲民主党が主張している、うん、政策とほぼ変わりがないということね。で小泉進次郎が13点と、で上川12点と、で林芳正8点の茂木敏充7点と、で加藤勝信が5点の小林孝之が2点で高市さんが0点と、いう感じですね。で河野さんと石破さんね、立憲民主の代表選今日決まったけど、先手取ったら当選するじゃないのって話ですよね。可能性としてレフト反動的にはですね。だって石破さんなんか立憲の講演会とかしようらしいね。面白いですね、はい、面白いか。であとね、さらにもう一つね、アメリカ民主党のランキングっていうのをちょっとしてみたんですよ、うん、でこれでアメリカ民主党のですね、一番 左翼はですね、小泉進次郎と今、ラーメン屋エマニュエルと肩組んで頑張れよみたいな ね、サーフィンのね、波乗りも一緒行ってね、波乗り行ってね、何乗っとんじゃって話ですけどね。で上川陽子が2位と、ね、それでこの2人はね抜け取るというズバ抜けてる、ね、他の候補と比べたら、もうアメリカ民主党に寄り方というとは、もう本当に寄ってる2人かなと思います、ね、で3位が河野太郎、で、まあ、4位が林芳正、加藤勝信、石破茂と、で、7位が茂木敏充に、8位小林、9位高市というふうにね、アメリカ民主党に非常に近い政策も含めてね、で影響を受けてる人っていうところが関係してるんですね、これも高市潰しと関係があるんです。そうですね。でね、まあ言うたらですよ、その総裁選の構図を見てみると、まあ、今回ですよ、誰が誰を推してるかって話を見ると、小泉進次郎を推してるのが菅義偉ですね、で、まあ、河野太郎は麻生派から出とるんだけども、麻生さんは、いっぱいそのほぼ麻生派で固められてますよね、この推薦人がね、で、土壇場になって上川陽子にその麻生さんは8人ぐらい貸してるのかな、そうね、そうですね、で林芳正はいわゆるこう宏池会で、そのいわゆる岸田派の、支援を受けて、で石破茂はほぼ水月会が多いですもんね、以前の旧水月会ね、水月会ってさ、ね、いわゆるあの無派閥連合っていうやつやろ、変人の集まりですよね、大体ね、大体変人の集まりです無派閥っていう派閥やろ、そうそうそうであとね、まあ、平成研から茂木と、まあかまあ、加藤勝信とか出てて、で、ここでね謎なのはやっぱり小林孝之が出たのは、これ明らかにやっぱり高市潰しですもんね。まあそうでしょう。でね、でこれのバックにあまりがおったりとかするわけですよ。実際ですね。あまりさんがねどういう考えかは、まあ、私は分かりません、ね。ただ間違いなく言えるとですね、高市潰しの一番のこの背景にあるのは僕は財務省と思うんですよ、多分ですね。アメリカ民主党から言われて財務省は動き寄る件が、まあ財務省がというよりもやっぱアメリカ民主党でしょう。まあでもですね、まあ一応。そこで主導的に動いてるのは財務省なのかなと僕は思うんですけど、アメリカ民主党やけど財務省です、だから小林孝之がやっぱり保守のカラーをかぶっとるけども、まあ言ったら財務省の手先やけんですね、で、まあ、そういうんで、まあ、そういうふうな構造だろうっていうふうにですね思うわけですね、で、まあ、じゃあ決選投票はどうなのかっていう話を見てみると面白いのは、まあ、決選投票はですね間違いなく高市早苗、石破茂、小泉進次郎、まあ、小泉進次郎もほぼ脱落かなって気がするんだけども、ちょっとね全然分かりませんね、本当は分かんないです、だけど今の数字は全く当てにならないっていうのは分かってきた気が、でね、まあ誰の後ろに誰がおるかって、小泉進次郎の後ろに菅さんがおって、そうですね、それは間違いない。でまあ麻生さんは、まあ、ちょっと今様子見てる感じの中で、絶対にあの小泉進次郎に麻生さんの息がかかった人たちが票を入れることはないですよね、まあ、菅さんそうです、ね、絶対不安の中でおるけどですね、石破茂もですね、あの麻生総理を引きずろうしたの麻生、あのこの石破茂と予算のやったけど、ね、ですね、だからこれはないんですよ、ってなるとね、まあ、土壇場でやっぱり高市しか選択肢がないのかなって話になるんですよね、土壇場というか決選投票になった場合になった場合のね、まあ高市石破の戦い、高市小泉の戦いっていう風になった場合は、麻生さんは高市さんを推すっていうのはほぼ間違いないでしょう、まあここにね、まあ、T 田
アルタ議員も関係してないけど、まあ、これちょっと言うと複雑なんだけどもうやめますね、うん、でねもう一つもう一つね複雑すぎるでもう一つですね、うん、ここでその問題なのは、うん、岸田がどういうふうに動くかって話なんですよ岸田が、うん、でねこれいろいろ憶測が飛んでるんですよ岸田はその要は、菅と和解しいやつまり菅、ね、小泉進次郎が作っちゃう話も飛んでるんだけど一つですね面白い情報が入って、うんうん、そうね、岸田文雄とですね石破茂がですね、うん、6月と8月にですね密会してるんですよ、うん、でこの2人がのその時どういう話があったかっていう時に、うん、密約があったっていう噂があったかいですね、うん、要はねあの岸田文雄が、ねえ出るんであれば石破茂は岸田文雄の応援に回ると、うん、だけど岸田文雄が出ないんであれば石破茂は岸田文雄応援お願いしますっていうね密約あるんじゃないかと、うん、で要はこうそういうことで岸田文雄さんっていう人はですね権力の補充を狙ってるんじゃないかと、うん、裏でね、っていう密約の噂があって、うん、だから岸田がねごっそりね石破茂に票を入れる可能性があるってあってですね、うん、まあそれはありなのかなと。ああ、それありかもしれんけど、いや、ゆうちゃん、うん、ありかもしれんけど、うん、今や、うん、まあ総理の座から降りる予定の人の意見を議員ががっつり聞くかどうかっていうとは、まあ旧宏池会ですよね。わ、うん、からんなっていうのが一つと、うん、岸田は 100% 高市以外の人そうですよ押すっていうのは間違いない。それは今回のあのね、あの戦艦の態度を見たって、うん、そうじゃないですか。そうですね、間違いなくね。なんかね、それは間違いないんですよ、うん、だけどね、まあ、それぐらいのことはね、裏でちょこちょこあってもおかしくない。やっぱりね、その辺がね、うん、まあ、先ほど言ったアメリカ民主党と岸田の関係、うんね、財務省と岸田の関係、うんうん、まあ、そこ の, かんあの関係を探ればおのずと、うん、反高市になるのは間違いないんじゃないかなと思いますけどね。もうこう全力で高市潰しに来てるこの周りの勢力を見てみるとアメリカ民主党、中国共産党、財務省、国内リベラル、うん、勢力と、もう四面楚歌の状態なんですよ、結局ですね。でここでね、まあ、これ絶対僕はないとは思うんだけども、何が起きるか分からない、決選投票最悪のシナリオっていうのは、うん、う石破 VS 小泉進次郎、もう最悪じゃんね。まあね、うん、そういう最悪のシナリオっていうのはちょっと見たくはないけど、いや絶対見たくない、見たくないというか、ゾッとしますよ。いや本当、いやもうなんか、まあ、仕事もそうなことになること未来もうなんか、ね、もう暗い、未来は暗い、うん、ね、玉上俊夫さんが X でものすごく面白いことが言ってました、うん、小泉進次郎候補の言ってることが尻滅裂、意味不明とか批判されている、馬脚を表し始めたと、うんうん、総理になって親子2代にわたって日本をぶち壊さないでもらいたいと、うん、いくら小泉進次郎と言われたっても信じるのは無理よ。まあね、そうでしょうね。最高ですね、やっぱりね、あの玉神さんね。いや、玉神さん、親父ギャグっていうか、もうダジャレの程度の低さにはちょっとね、回りますよね。一瞬間のあるばってね。はい、そろそろ時間ですね。はい。はい、うん、ということで、本日お送りしてまいりましたが。賞味期限2日ということですね。ねえ、それぐらいかなと思います。はい、ね、このラジオはですね、はい、2日後ぐらいにはね、またね、はい、新たな、情報が出てくるのではないかなというふうに思います。はい、さあ、本日のほどほどステーションセカンド、いかがだったでしょうか。本日の放送や過去の放送は、YouTube でもご視聴できます。YouTube で FM 唐津ほどほどステーションとご検索ください。本日はこれまで、皆様も一日、ほどほどにお過ごしください。さようなら。